浅田君、えー、日本維新の会話、浅田仁志でございます、えー、私はあの前回の委員会で、えー、基地、米軍の基地の設置と憲法92条、えー、地方自治の関係について質問いたしました、えー、憲法92条には、地方公共団体の組織および運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定めると書かれてあります。 ところで、米軍基地が設置されますと、地方自治体の自治権が著しく制約される、したがって地方公共団体の運営に関する事項として、法律を定める必要があると思うが、法制局長官の認識はいかがかという質問をさせていただきました。それに対しましまて法制局長官の認識は えー、そのような立法が必要であるという認識を持っていない、えー、という答弁でございました、まあ、私もその後いろいろ考えたんですが、えー、現行の法体系の中で現実に、えー、基地設置が行わ,行われているというわけですから、まあ、法制局の立場としては、そういう答弁の仕方しかないのかなというふうに。えー いや思うんですね、それで、あのちょっとあの観点を変えてね、防衛大臣にお伺いしたいんですがあの、どこにね、それならばどこに基地を設置するかは、内閣、すなわち防衛省ですね、に白紙委任されているというご理解でよろしいんでしょうか岩井防衛大臣。はい、あのー 日米地位協定のです、ね、第2条に基づく在日米軍施設区域の提供につきまして、米側から要請がある場合は、その必要性や設置場所について、日米安保条約の目的の達成や社会的、経済的影響を総合的に勘案して判断するとともにです、ね、地元の理解と協力が不可欠でございますので、 影響を受ける関係地方公共団体に対し、丁寧に説明を行うなどして、地元との合意に向けた調整も行うこととしております、その上で、日米合同委員会における合意、閣議決定、政府間協定の締結、官報告示等の手続きを行っているところでございます。で防衛省はですね あのこのような事務を防衛省設置法第4条第19号を根拠として行っているところでございます浅田と君あの今、えっと、大臣がご答弁になりましたように、その地元との合意とかです、ね、あの実際の,その作業というか、手続きはあの防衛省においてされてるわけですよね、ところがその、どういうふうにしてやっていくかという、まあ、法律がないと。 で法律がないからあの、今、質問させていただいたように、防衛省にそのどこに設置するかと、えー、いう、まあ、手続き法が必要でないとお判断されてるんだと思,思いますね、だから、あの白紙にされ,されてるんではないですか、白紙にされてるというご認識ですかという質問をしたわけです、いかがですか岩井防衛大臣。はいあのー まあ、防衛省としてはです、ね、あのまあ、先ほど申し上げたように、えー、地元説明やあの日米合同委員会における協議を含めて、えー、その防衛省設置法第4条に規定する、えー、所掌事務を根拠としてあの実施をしているところでございますので、えー、先生ご指摘のような、 あの法律を定めるあの必要があるというふうには考えてあのいないところでございます佐田人志君、えーまあ、あのそういうご見解だということを、えー、聞いた上でですね、えー、繰り返しになるんですけど地方公共団体の運営に関する事項は法律で定めるとこれ憲法九十二条に書かれてあるわけですね で組織運営のルールとしてある自治体が自治体の内部にある場所について自治権を行使できないと先回も申し上げましたけれども基地内になんか、えー、飛行機の落下物があの落ちてきたとそれ調べようにも調べようがないで基地内で火事が起きたときに消防自動車が入れないとこれは著しく自治権をし、えー、制約しているわけですよね。だから そういうその地方自治,自治体、地方公共団体の自治権を制約してしまうわけだから、あの結果としてね、あのそういう効果が生じてしまうということを認めてもらうための法律が必要ではないんですかと、えー、もう少しね、詳しく申し上げますと、私が想定しておりますのは、 どこにどのような基地を設置するかという手続き法です、どこにどのような基地を設置するかという手続き法を、えーまあ、定めると、まあ、その法律の効果として、その自治体、地方公共団体の内部で、そういう自治権、あの地方公共団体の まあ、事務を制約してしまうような事態が生じるということでありますので、そういう効果が生じるということになる、そういうふうな法律を、手続き法を作ってね、あの今、法律なしで、防衛省設置法 4, 4条19ですか、の規定に基づいてされているということですけれども、 実際にその、地方公共団体の事務を制約してしまうという事実があるわけですから、まあ、それを立法事実として、えー、手続き法を作る必要があるんではないですかという、まあ、あの質問をしているわけです、いかがですか。岩井防衛大臣あの 先生の問題意識についてはあの理解をあのさせてあのいただきますけれどもあの在日米軍施設、区域の提供に関連して必要となるです、ね、個別の手続き等については、えー、必要なその根拠が個別の法律に定められております。例えば、えー、中流軍用地特措法あるいは 国間法と言われるです、ね、法律、それから特別損失保障法、あるいは環境整備法、再編特措法等に手続きはです、ね、定められておりますので、そういったものを活用してといいますか、駆使をして、しっかりと。 対応することが、あの、可能になっていると考えております。浅田ひ君あの、今のね、あの、大臣のご答弁もよくわかるんですよ。だから、えっと、基地をこう設置すると。で、設置した結果、あの、こういう法律が必要であるという、もうここ、あの、公団のね、法律は整備されている。で、その前段のところで。 防衛省その設置法の4条の19ですか、そこで防衛省にそういうまあ受験はされていると判断しても、そのここに至る過程の手続きですよね、どういうふうにして進めていくか、今、あの防衛省があの直接にその地域と地元と話し合いをしてとていう部分を法制化する必要はないんですかという質問なんです岩井防衛大臣。あのー まあ私は専権事項という言い方はあまりしたくないんですけれども、やはりその外交、国防というのは、国においてあの責任を負うべきあのことでございますので、やはりあの地元自治体に対しては、丁寧に説明をし、ご理解をいただく努力をするという、この努力をですねあのしっかりとなしていくことが。 あの大事なのではないかと考えております浅田君あの、ね、私があのこういう質問をさせていただいているのは、もう、伊波先生がおられますけれども、沖縄にその基地負担が過度に集中していると、でそれをその日本全,全体でね、あの引き受けるべきではないかということを言うと、皆さん同意されると思うんですよね。ところが そのまあ、理想論としてそういうことを言っているけれども、実際、あの引き受ける都道府県があるのかないのかというと、やっぱりあの沖縄にお願いしたいということになってしまう、だから基地負担を、沖縄の基地負担を軽減させる意味でもね、そういう法律を、手続き法を作ることによって、各都道府県の,あの知事さんがあるいは住民が一生懸命考えるわけですよ、そういう、えー、考えることを、まあ、住民の皆さんに、 46都道府県の方々にお願いすることによって、初めて沖縄の基地負担軽減というのが成立するわけであってね、だから沖縄の基地負担を軽減させる意味でも、こういう手続き法というのを一回考えていただきたいと思います、いかがですか先生がおっしゃったまあ沖縄の負担をで,すねできるだけあの全国でえ受け持ってあのもらうことが必要だとは、私どもも。 考えておりますしその努力をこれからも続けていきたいというふうに思っておりますが、あのその先生がおっしゃるその法律がどのようなものになるのかということにもよ,りよると思いますけれども、ですねあのやはりその防衛政策の円滑なあの遂行といったものは、あのしっかり、えー、国においてですね、 責任を持ってなされなければならないというふうに考えておりますので、あのまあ、先生の問題意識を踏まえて、勉強はさせていただきたいと思います。浅田